か46の振り付けテレビで見る優しそうなイメージそのまま芸能人は裏表なるイメージもあったりしますけれども大谷翔平選手も今まで見るまではモデル体型のように思っていたわだまめチャンネルです話題の人物を紹介しているわだまめ .com 事前や関連書籍を参考に有名人の経歴を紹介しているんですがサイトでは紹介してなかったマルフィエピソードや面白いエピソード知っている人は知っているけれど 知らない人にはあったとおりくま知識をごちゃんチャンネルでご紹介しています。今回は生で見た芸能人シリーズの第4弾。生で見て記憶に残る芸能人、有名人3選です。僕は以前某テレビ局で働いていたことがありまして、といっても局員ではなく、芸能関係者でもなく、テレビ局の片隅で働いていました。それで何百人という芸能人を見ました。 今をときめく人気アイドルから大物俳優まで大勢間近にしました。それでこれまでに実物を見て驚いた芸能人やテレビと印象の違った芸能人をご紹介しましたが今回はそれとはまた少し違うけれども記憶に残った芸能人、有名人を3人ご紹介します。これはあくまでも僕個人の感想ですのでご了承ください。まず1人目はダンサーの高弘さん。 上野隆弘さんです。海外でも活躍され、ニューズウィークの世界が尊敬する日本人100に選出されるなど、世界的にも評価されているダンサーで、木焼坂46、現在の桜坂46の振り付けをされていることでも知られる方ですね。僕が見たときは、連れの方と談笑しながら歩いていたんですが、戯れにというか、突然踊り出したんですね。 僕の目の前で、時間にするとほんの数秒、10秒ないぐらいのほんの一瞬だったんですが、本当に目を奪われました。調べたら、高弘さんは身長が170センチで、決して大柄ではないんですが、その時は目の前でヘリコプターが旋回したような、巨大な物体が回転したような迫力だったんですね。 ダンサーのダンスを見るの初めてだったんですが、間近で見るとこんなに迫力があるのかと圧倒されました。プロのダンサーはそうなのか、高弘さんは特別なのか、他を見たことがないので比較はできませんが、高弘さんは本当にすごかったですね。たった一瞬でそう思いました。ただでこんなものを見ていいのかと、すごく得した気分になりました。続いて二人目は、 俳優の西田敏行さんです。数々の人気作に出演してきた国民的俳優と言っていい方だと思います。個人的に印象に残っているのは以前劇団ひとりさんと共演されていたビールの CM でたった15秒30秒で見事なドラマが出来上がっていてすごい役者さんだなと思いました。それで僕が見た時は怪我をされていて首にコルセットをつけていて つえもついていたと思うんですが、僕が挨拶をしたんですね。少し離れたところからだったんですが、そうしたら僕の方を見てニコッと微笑んでくれたんですね。コルセットをつけて大変そうなのに、それがものすごく優しい顔で、テレビで見る優しそうなイメージそのままで、今でも忘れられません。 芸能人は裏表のあるイメージもあったりしますけれども、僕が見て特別感じの悪かった人はいなかったですね。テレビと違ってブスッとしてるなと思うことはありましたけれども、仕事中ではないのでそれは当たり前で、24時間アイスを良くしている必要はありませんから。僕が入る前に某イケメン俳優がらい感じが悪かったという話は聞きましたけれども、わざと聞こえるように嫌みったらしいことを言ってきたと、 職場の人たちが声を揃えて言っていましたが、僕はそういう経験はありません。そして3人目は大谷翔平選手ですね。まさに今をときめくメジャーリーグのスターですけれども、僕が見たときはまだ日本ハムに所属していました。以前のこの生で見たシリーズで、スタイルはテレビでは伝わりにくいと言いました。デジタル放送になって、テレビの外出も良くなっているので、 顔自体はテレビとそれほど変わらない。生で見ると違うのはスタイルだと。大谷翔平選手も僕も生で見るまではモデル体型のように思っていたんですね。スラッとしたような。まあ、そう思っている人も結構いると思うんですけれども、それが目の前で見まして、テレビ局ですので、もちろんユニホームではなく、私服、衣装だと思いますけれども、まあ、確かに背が高くて、 顔が小さいんですが、上半身が異様に大きかったんですね。胴体が大きい。大体人間はイラストにすると胴体は長方形だったり逆三角だったりすると思うんですが、大谷選手は顔の下に大きい正方形がついているような。角は丸いですけれども、 ののよようううななというか壁のような上半身でした顔が小さいから上半身の大きさが余計に際立つんですねメジャーリーグでホームランを量産しているアスリートでそれだけのパワーを秘めている肉体ですからスレンダーなわけはないんですねそれまでもプロ野球選手は何にも間近にしましたがそういう体型は見たことがないですね大谷選手は投げる打つだけではなくて足も速い プレーも規格外ですが、それを生み出す体格も規格外でした。メジャーに行ってもっと大きくなっているのではないでしょうか。というわけで今回は生で見て記憶に残る芸能人、有名人参戦をご紹介しました。このチャンネルでは芸能人、スポーツ選手などの知られざるエピソードをご紹介しています。今後も様々なエピソードを紹介していきます。生で見た芸能人の印象なども語りたいと思いますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。